広島広域都市圏200万人の民を心を一つにするのじゃ。元就200万一新。さあ今日は熊野町にやってきました。ここにちょっと気になるものがあっての。何ですか？日本酒を作っとるらしいが知っとるか？熊野で日本酒作ってましたっけ？そうじゃろ。しかも若い杜氏が頑張っとるそうじゃ。お、ここですね。やってきたのは日本酒を製造する馬上酒造です。こちらではいつから日本酒を作ってるんですか？明治26年が創業になりますので、今年で約130年目になろうかと思います。私も聞いた範囲では3軒酒屋さんがあったみたいですけども、昭和30年代の半ばからうち1軒だけになりました。ラベルもすごくおしゃれですよね。そういえば若い杜氏さんって言ってましたよね。この時期は酒の仕込みシーズン。酒蔵を覗いてみると、お、若い方がいらっしゃいます。他で酒造りを学んできた村上さんは、ここで酒造りをしたいと決意。去年から杜氏を務めています。馬上酒造っていうのはすごい広島にもなくなりつつある伝統的な道具がたくさんあって、でそういう道具を用いて酒造りをしたいと思いまして、はい、馬上酒造にで酒造りをやることになりました。実は2年ほど前に酒造りをやめようと思っておったそうじゃが、村上殿が蔵を受け継ぎたいと名乗り出て新しいスタートを切ったそうじゃ。熊野ならではのお酒の特徴ってありますか？蔵の裏にある城山、笠見山の伏流水を使用してお酒を仕込んでますけど、まあ、それが柔らかいお水なので、すごい優しい口当たりと米味の効いたお酒になっています。伝統製法で醸した熊野のお酒、ぜひお試しください。1月14日は北広島町スキーの日です。大佐スキー場、八幡ハイランド191リゾート、ユートピア最音で駐車場や初心者レッスンが無料など特典盛りだくさん。ぜひ遊びに来てください。若い杜氏さんが頑張ってました。伝統を生かしながら新しいことにも挑戦していましたよ。日本酒は作り手の思いが出るけの、わしも早く飲んでみたいわい。お土産買ってきたので今夜はこれでいきますか。イエーイ。ザ・広島ブランド認定特産品の中からご覧の商品を抽選で3名の方にプレゼントします。番組ホームページからご応募ください。200万一新。おー。